ゆみりんが教えるカズタマ運気予報。皆さん明けましておめでとうございます。今年もカズタマ運気予報をお伝えしていきます。では二十四節気でいうと、いよいよ小寒と大寒を迎えます。最も寒い季節になりますね。このように自然界に季節があるように、人の人生にも季節が存在します。それを運勢や運気と呼びます。春に種をまき、夏に開花し、秋に収穫し、冬に種を作るように、その季節に合わせて人の行動も変わるのです。しかし自然界の季節と違い、人生の季節は肌で感じることができません。そこでカズタマを知るだけで、あなたの人生の季節を示すことができるのです。またあなたがどの季節か分かれば、今何をすべきなのか具体的な行動を示すことができます。ここまで聞くと、今あなたがどの季節なのか知りたくなりますよね。そこで1ヶ月のカズタマ運気予報をお伝えしていきます。カズタマを知りたい方は概要欄に LINE 公式アカウントの URL を貼っておりますので、そちらに生年月日、性別、生まれた時間を書いてください。私の方で鑑定してカズタマ、三つ玉、守護神、風水の霊樹の守護樹、そして1ヶ月の運気予報をお伝えしていきます。では運気指数からお伝えしていきます。カズタマ七玉の方の今月1月の運気指数は2です。ちょっと厳しい季節ですね。では今月の運気の前に今年の運気からお伝えしていきます。カズタマ七玉の方の2022年今年の運気は2月の4日からスタートです。したがって2月3日までは自我の季節になります。そして今月1月の運気も自我の季節になります。ではカズタマ七玉の方の自我の季節を詳しくお伝えしていきます。注意すべき点を怠ると、その悪い面が今後大きく影響します。特に仕事上の取引や商談などは相手のペースに巻き込まれる可能性が高まります。お金、時間、気力、体力の消耗を激しく変わるため、これまでに経験したことのない損失を生じることも。判断を見誤らないように、不要意な決断は避け、慎重に行動することが大切になります。このように自我の季節では、急にやる気を失ったり、急に疲れを感じたり、そのまま続行すると怪我をしたり、こんな時は周りの方と協調することを意識しましょう。では予報いきましょう。こちら旧暦で表示しておりますので、1日からではなく1月5日から2月3日までが1月の運気になります。そして最も気になるこの1月の自我の季節と重なる8日18、28、そう、今月は年と月と日が重なるトリプルデーを迎えます。特に運気数が低い季節は少し身を引き締めることを意識しましょう。そしてこの自我の年と自我の月と自我の日が重なるトリプルデーは最も自我が出やすい時です。こんな時は組織の外に出るよりも組織の内で行動する方が良いでしょう。霊気霊節が開運のキーワードになります。では自我の季節の良い傾向と悪い傾向をお伝えしていきます。良い傾向に行くとやる気や闘志がみなぎる時でしょう。しかし悪い傾向に行くと自己中心的になり冷静さを失うので注意しましょう。そして良い傾向に行くと意志が強くなり前向きになれる、そんな時でしょう。しかし悪い傾向に行くと自暴自棄になりやる気をなくしやすいので注意しましょう。そして良い傾向に行くと困難を恐れず挑戦すると良い結果を招くでしょう。しかし悪い傾向に行くと孤立無援のため独断で失敗するので注意しましょう。このように運気をチェックして毎月の傾向を知ることで、今何をすべきなのか行動の指針にしていきましょう。さあ皆さん、いかがでしたでしょうか。あなたの人生の季節を知ることで、あなたの望むべき未来をどのようにして手に入れるのか、具体的な行動を示すことができます。カズタマ運気予報は毎月アップしていきますので、人生の参考にしていただけたら幸いです。そしてこのカズタマ運気予報は人生の季節で分かることのほんの一部です。さらに詳しくあなたの運気を知りたい方は、このような冊子もご準備しております。こちらにはさらに詳しく良い傾向、悪い傾向、起こりる出来事、その対策など具体的に示しています。気になる方は LINE アットでお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。日本のことを知りたいあなたのために、日本の神様開運ブック好評発売中。